皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の24日目です。では問題を見ていきましょう。カッコ1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス2足すマイナス6。同符号、負の数同士の足し算でしたね。この答えは、まず共通している符号を前につけて、数字の部分、絶対値を足し算しました。2足す6は8ですから、マイナス8。これが答えですね。丸2番、プラス5引くプラス8。正の数同士の引き算の場合、ここを足し算に直しましたね。プラス5足す、ここを足すにすると後ろのこのプラス8、符号が変わってマイナス8になりました。ここで正の数と負の数の足し算、絶対値の大きい方の符号を答えにつけます。絶対値は8の方が大きいので、負の符号マイナスをつけて、絶対値、数字は引き算、8引く5は3ですから、答えはマイナス3と、こうなります。丸3番、プラス8足すマイナス9、正の数と負の数の足し算ですね。答えは絶対値の大きい方の符号を答えにつけます。絶対値の大きい方はマイナス9ですから、負の符号マイナスをつけて数字を引き算、9引く8は1ですから、答えはマイナス1になります。ではカッコ2番に行きます。カッコのない式にして計算しましょう。こういう問題ですね。丸1番、プラス8足すマイナス12。ここ足し算になってた場合は、このカッコの中、こうと言いましたね。この部分を、書けばよかったんですけれど、最初の部分が正の数の時には正の符号を書かないで8としますね。そして後ろに引く12と、こうなります。こっちは正の数、こちらは負の数と考えます。負の数の方が絶対値大きいので、答えにはマイナスの符号がついて、12-8をやった4となり、答えはマイナス4、これように出てきます。丸2番、マイナス4引くマイナス5と、この場合引き算を足し算に直しますね。マイナス4足す、ここが足すになると符号が変わってプラス5になりますね。そしてカッコの中をそのまま書きます。マイナス4足す5と、この部分を書いているんですね。負の数マイナス4で、正の数が5ですから、正の数の絶対値の方が大きいので、答えには正の符号がつくんですけれど、プラス、こう書きますね。そして絶対値引き算、5-4で1ですけれど、プラス1と書いてもいいんですけれど、これはそのままただの1、ね、こう書いても構いません。括弧3番、次の計算をしましょう。今度は掛け算です。正の数、負の数の掛け算、初めてですね。で、丸1番、プラス6かけるプラス4、正の数同士の掛け算、この答えは正の数になります。つまりプラスとなって、数字、絶対値を掛け算して6424とプラス24、こうなります。ここの答えもプラスの符号をつけないで24、このようにしても構いません。同じように丸2番、プラス8かけるプラス9、正の数同士の掛け算、答えは正の数になります。8-72、ここでは正の数の符号プラスをつけないで答えにしておきます。括弧4番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス2かけるマイナス6、負の数同士の掛け算です。負の数と負の数を掛けた、その答えは正の数になります。これを覚えておきましょう。つまり
正の数プラスになって2612プラス12こうなりますね。もちろんこの答えもただ12このように書いても構いません。丸2番マイナス5かけるマイナス4マイナスの数二数の掛け算これは答えは正の数になります。で5、4、20ですから答えは20もちろんこの答えプラス20このように書いても構いません。でここでちょっと整理しておきますね。正の数同士、ね、負の数同士同符号同士の2つの数の掛け算この答えは正の数になるこのことをここで覚えておきましょう。括弧5番に行きます。絶対値が9になる数を書きましょう。絶対値というのはプラスとかマイナスの符号を取った、数でしたね、別の言い方をすれば数直線上でその数の0から原点からの距離のことでしたね。原点からの距離が9になる数プラス側とマイナス側があります。マイナス側はマイナス9そしてプラス側はプラス9この2つの数が絶対値が9になる数ということになりますね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。